しいシリーズ、町中華せんべろに次ぐ立ち食いそばがシリーズがなるのかどうか、こうご期待ということで、まあ、とりあえず中入ってみよう。はい、どうぞ。今、せがれにか、孫なんだけど、ご主人がさ、注文したのを本人に作らせますから、はい、お願いします。全部だから今悩んだのか。炊き上げの天ぷらそばで、じゃあ炊き上げの天ぷらそばにコロッケも入れて、はい、いってみよう。炊き上げの天ぷらそばにコロッケで600円。はい、お客様気をつけてね。ありがとう。どうも。お待たせいたしました。かき揚げの天ぷらそばにコロッケそばです。はい、ありがとう。まずはスープからね。あ、まあまあ、カツオの出汁がいいから。ここみんな通りに車でそこに止めて、みんなが立ち寄るんで、寄り道なの。コロッケ、コロッケそばに入れる概念で立ち食いそばやから始める。だけどここのお店は寄り道ですよね。そう、あの看板のこれお父さんの名前、米次郎、この店は寄り道、米次郎っていうのはさ、神楽坂で、やっぱりやってた、あ、お店を、そうそう、立ち食いそば屋、それで、やめたから、で、看板だけ、あ、そっちの店、その店名がすごい好きで、あ、お父さんの名前なんだね、そう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 。だからみんな2つも名前があるからどっちだなんて聞く人もいるけどさ、そば屋だっていうのは分かりやすいでいいんだからと。まあね、どっちも立ち食いそばだから。そうそう。なんかこう立ち食いそばはさ、はい、駅のそばっていうイメージはね。イメージはね。うんうん。だから初めの時には言われたの、こんなところじゃ商売になんないよって。ところが今になってみると、駐車違反がうるさくなったでしょ。と、町にある立ち食いそばや、みんな来なくなっちゃった、お客さんが。捕まっちゃうから。あ、で、ここは、神奈川は来るけど、ここへ車3台ぐらい入っちゃうから。ああ、まあ敷地内だろ。そうそうそう。なんかこう、朝に、前に、うん、サラリーマンの人たちが朝ね、6時からね、開けてるんだけどね、もう昼よりも朝の方が忙しい。タクシーの運転手さんとかね、現場行く人いるでしょ、建築関係の、その人たちがみんな言うてる。6時からって仕込み何時からやってるの？2時半ぐらい。うわ、え、終わり何時って？4時、夕方。夕方4時、うん、でも早いね、2時。ここは、すがれがね、このすぐそばにアパートに住んでるから、早く2時半来て、掃除して、掃除は僕らがして帰るんだけど、こう仕込みね、スープから、天ぷらからないから、やって、僕らが10時ぐらい来るわけ。うちなんか、もう40年近くやってるでしょ。40年ぐらい、毎日来るお客さんもいるんだ。はい、いらっしゃい。まいど。はいよ。
ちょっとね。ああ、ありがとう。ありがとう。やっぱり裕次郎さんの方だ。あれはね、裕次郎の一生が出た映画が93本あるの。言ってたわけ。買ったら、サービスで、あの広告のポスターをくれて、で、僕は今でも93本持ってる。不安でもなんでもない。不安じゃないのに。もう不安でもなんでもない。あんまり持ってる人いない。いないでしょ。うん。ね。特別な売れたね。うん。やつだったら持ってる人もいるけど。93本って日活。日活でしょ。ある人日活スタートだもん。太陽の季節で。うん。それの日活時代の93本。そうそうそう。ええー。それはすごい。うん。93本買って。うん。サービスあのポスター2枚はちょっとすごいね。2枚じゃないよ、6枚ぐらいくれた。6枚ぐらいはくれたんだけど、あと他のものは一切ない。でも YouTube さん見てあるよ。あ、らしいですね、ここね。すごいよ。ね。うん。来てお客さんがみんなさ、見たって。YouTube 見てきてるの、ね、そうそうそう、多い。なんかね。うん、また立ち見そば立ち見そばでブームが起こればね。そうだね。もうあれ細かいところはさ、みんなやめちゃってるでしょ。うん。支援店だけが生き残ってるってしょ。ご存じだと思いますけど、僕が始めた頃なんかはさ、もうそこら中であったもん、立ち見そばが、ね。今みんなやめちゃった。うん。従業員は来ないんだよ。うん、働きにでしょ、募集に。そうなの。だから後ついてくれるのになかったり。そう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 。だからそういうのって町中華もそうだし、うん、だいたい夫婦で長年やってて50年やってきてね。今お父ちゃん断面なんでしょ。そうそう、でお母ちゃんも辞めちゃうし、で後継ぎがいないから。なんとかやってとかさ、ね、うん、下手なとこ勤めるのはいいんだけどさ、それは分かんないね。でも元気のうちは頑張ってもらわないと。せっかく YouTube で人気なんだから、うん、ね。こうやってやってもう隙間なしでお母さんが来てくれるようにね、うんうん、なるまで10年かかった。10年一軒の店で立ち上がって、まあまあ行くようになるまでは10年かかった。この前まではさ、もう通勤ですよ。うん。儲けなんてないですよ。10年経ってからね、月に4、5万儲けっていうの、ありがとうございます。まいど。どうも、おめでとう。はいよ。まいど、まいど。じゃあ、ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。元気で、よろしくお願いします。どうも。また。わざわざ、すいません。どうも、すいません。お願いします。うん。さっきの、お父さんの、10年経ってから、こう、仕事がお客がついてなんとか回るようになる。だから10年一昔っていうのは昔のことで、物事は10年から始まる、ね、ということで、蕎麦を食わないやつは日本人やめちまえ。今回は立ち食い蕎麦屋シリーズ第2弾、初代にあるうどんそば、加賀さんです。ここの一押しメニューのかき揚げそば、今日は食べてみたいと思います。じゃあ早速中に。慣れてないんだ。お水を持って、あんたこれをおそばで。あ、すごいね、おそば。どういうことですか。西味そばとかある。そうですよね、結構ある、はい、食べたことないんだ。
そもそもニシンをあんまり食べない。ああ、確かに。気に思ってんだけど、こう踏み込む勇気は。昼時は並んでるらしい。来た、ちょっと前に来たんですけど、僕その時は満席でしたね。回転がいいんで、もう。あ、そうそう。これ目の前のオペラシティの横にある新国立劇場があるから、はい、お舞台の間で時間がなかったりする時ある。みんな役者さんもここに来てて、はい、すいません、揚げたてらしいから、ここの関係、ここはもうあれですか、創業38年前の働き、こうじゃないですね、こんなじゃないですよ、38年、何もなかったです。ここも細い道で一通で、うん、全然変わっちゃいますよ、ね、うの、はい、一回ね、ビーチョップでそこでやったことがあ、そうですか、そう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 。どうも、はい、どうも、すみません、はい、分厚っ。じゃあ、早速、どうぞ、はい、ネギ入る隙間がないまだスープ、こうしてそば行かないと食べれない。やっぱあれですか、冬の方がお客様が増える。あんまり寒いとお客様ビルが出てこない。逆。あったかくて急に寒くなってくると、やっぱその変化の方が、あ、急に寒いからちょっと今食べようっていうお客様が多いですね。あ、なるほど。だからこの時期やっぱり一番でもちょっと肌寒くなってくるので、この時期一番やっぱり混みます。一年で一番混む。あ、なるほど。あんまり暑気じゃないしね、そんな寒くないしね。でもあんまり立ち食いそばさんで日清そばとかうどんとかって見ない。そうです。立ち食いなかなかないですね。ないです。僕が日清そば好きで、うん、でやっぱ立ち食いでも気軽に食べれたらいいなと思って、それちょっと始めたんですよ。京都行ったらね。そうなんですよね。八が本場なので。ね。はい。だから立ち食いそばで初めて行った。はい。まあ、でもここのお店一応じゃこれなのでこれで。そうですね。はい。昔から揚げたてを思い出すので、ね、はい、シャリシャリなの。おはようございます。何でした？結構量ありそうですね、うん、これで思わせる。まあ、かき揚げの量がすごい。あ、
でも38年間やっぱ続くってすごいですよね。ありがとうございます。あれ駅ですよね。はい、駅ですか。これは京王新線の発売上がってきてすぐ目の前ですよね。はい、そうです。いいところですよね。はい、やっぱサリーマンの人で帰るとここってとパッと電車乗る人もいる。そうですね、カシオの本社があったりとか、結構オフィス街が、オフィスビルがあるので、その通りが一番多いです。昔は幡ヶ谷に住んでたんで。あ、そうなんですか。中学、高校ちょっとぐらいかな。だからこの辺とかもよく来てる。だいぶ変わります。ここは全然違う。変わりました。いや、幡ヶ谷もやっぱり全然変わりますよね。そうですね、全然違う。初代はこんなに、なんて言うんだろう、なんかもう何にもないって感じですよ、同時、はい、でも、3歳まで幡ヶ谷住んでて、4歳から初代なんですよ。ずっと国立劇場ができてから、もうガラッと変わりましたね、本当に。それまでは本当住宅地な感じでしたね。ああ、ベッドタウンって言うんだね。最近ってなんですけど、撮影で、なんでしょうね、こっち行くと、つぶ右に入るちっちゃい、潰れた病院があるんですよね。玉井病院。ああ、そうです。今、スタジオになってます。そうなんだから、はい、で結構撮影の方が。しょっちゅう撮影。そうですよね、そうですよね。間違えて、受診に来られるお年寄りが、いらして、で、張り紙がしてあって、ここは、病院ではありません。撮影、スタジオですって書いてある。あそこも古いんで、ちょいちょいいろいろ壊れる。前の他の撮影隊で、エレベーターで3階まで、これ、あるんですよ。エレベーター落っこったって。あ、そうですか。エレベーター。それって今、新しく、スタジオができて、もう一回取り壊して建て直したんですよ。あ、それ言ってない。はい、多分、その時は、病院の廃墟というか、古い病院のままの時ですよ。それとも撮影がいっぱいされてたんですよ。そうそうそう。今はもうそれ、スタジオ専門で、上はなんかこう、お風呂に入るシーンを撮るための風呂とか、いろんな、なんか僕ちょっとホームページ見たんですけど、いろんな撮影の場所になってます。この間も NHK の撮影やってます。ここご夫婦で先代というか、最初に38の前にやられた店主が一回脳梗塞で倒れて、で僕たまたまちょっとお蕎麦屋さんやりたいと思ってこう探してるところ、まあ張り紙がしてあって、で、この、オーナーさん、まあ、今2代目のオーナーさん、このお店、やっぱりかき揚げで結構お客様いらっしゃってるので、そのままでお店を続けたいというような話で、じゃあ一緒にやりましょうって言って、やり始めた。それが10年ぐらい前。あ、そうか。はい、ただ、先代も、リハビリして、元気になって、夜だけ来てます。あ、はい、あ、じゃあ、交代。はい、何時まで？夜20時までやる。8時まで。あ、8時。はい。八時そば、朝早いですもんね。朝は7時からやってます。え、7時。はい。朝は現場に行かれるお客様が多くて。今日もお伝えした。はい、ありがとうございます。また玉井病院に来ることがあったらジャスト連れて食いに行きます。ありがとうございま す, いますお会いしております。はい、あ、ここで大丈夫です。ごちそうさまでした。はい、ありがとうございます。ごちそうさまでした。この寒空の中、今回は立ち食いそば企画第3弾です。
今日はあの渋谷区新鮮にあるこの三沢さんに来ていました。じゃあ寒いので早速中入りましょう。これはあの、なんか取って頼むんですか？ですね、最初にお盆を持っていただいて、こっちから、はい、こっからお盆を取って、それで今ある天ぷらとかを、うん、もしあれだったらチョイスしていただいて、はい、お会計っていう流れです、ね。ああ、なるほど。はい。はい、それでオーソドックスにかけそば、かき揚げか、あと最近だと牛丼の頭のせそばですかね。かけ頼んで天ぷら頼んだ方がいいよね。じゃあかけそばを2つ。かけそば、はい。だいたい天ぷらそばばっか食べれば。そうですね。タンカレーライスも気になるんだよね。そんな食べれるかな。小沢さん気になるかなと思いました。そうなの、はい、ハンカレーライスもください。はい。結局だと向かいじゃん。では先にかけそばです。はい、置きますね。はい、ありがとうございます。今半カレーを出します。はい。でもかけでこれだけ綺麗だとなんか蒸せなくていいかなという気になる。確かにいい匂いです。ここはあれ元コンビニかなんかだったんですか？そうですね、名残がまだ5年、この携帯にして丸5年になります。丸5年。その前はずっとコンビニだったんですか？2000年からその間コンビニで。コンビニで。その前はうちの祖父から酒屋で、父がその後継いで、それでそこからコンビニの、はい、にで今、はい、はい、そうです。すごい経歴で。車じゃなきゃ飲んじゃうよね。今日は立ち食いそば屋ではいつも飲めなかったので飲めないと思って車で来ちゃったので、しばらくお水で。じゃあまずはやっぱりそばだよね。うん、寒い時はやっぱこうホッとするね。シンプルイズベストで天ぷら乗せませんでした。なぜかというとカレー食おうと思った。やっぱさ、立ち食いそば屋だけどうどんもあるじゃん。はい。でも俺そば派なんだ。うん。そばがいい。ほっとする。そしてじゃあまずカレー。うん。なんかおそば屋さんのカレー。ああ。出汁の効いてる感じですか？うん。そば屋もさ、はい、立ち食いそば屋じゃなくて普通のそば屋もカレーライスがあるけどカレー丼もあるのしてで、カレーライスとカレー丼はちょっと味が違う。あ、そんなことがあります。うん。カレー丼はやっぱりそばの出汁使ったりしてるけど、うん、カレーはこういう動くさ、シンプルな、なんていうの、こうコロコロ入った、はいはい、こういうのやっぱ母親の味って言うんだよな。子供の頃のコロコロ入ったカレー好きじゃなかった。自分でこれ作んない。うん。で、俺いつもカレー、そば食うから見て、ルーばっかり、頭頼めよかった。ただ、ご飯残っちゃう。これなんでコンビニからお蕎麦屋をやろうと思ったんですか？コンビニがもうあの続けられなくなっちゃったんですよ。続けられなくなったっていうか、まあ、まあ人手不足とかもあったし、あとうちが入ってたチェーンがあのローソンさんになっちゃったりとかで、それでうちはそれでまあ契約をあのやめて、それでじゃあどうしようかってなった時に母の田舎が宇都宮なんですよ、はいはい、でそこのよく子供の頃に立ち食いそば駅の、うん、で
食べて美味しかったんですよね。コンビニやってる時にうちのおふくろと、コンビニじゃなかったら何の商売がいいかねっていう話をした時に、立ち食いそばなんかいいねっていうところから、立ち食いじゃん、まあ、ってことはこれ単純にコンビニの時の中でこういう棚があるじゃないですか。そうなんです。この中に入ってるお酒とかはコンビニだったら毎回こうなんか来るじゃないですか、はい、これをじゃあいちいち買い足して自分で出して入れてる。大変ですよね。仕入れてやってます。それも大変ですよね。まあただそれはもうコンビニの時にやってたことなんで。ああ、だからそうか、はい、ただその仕入れがちょっとやっぱりコンビニの時は全部持ってきてくださるんで、はいはいはい、よかったんですけど、その仕入れを物流がちょっと集めるのはちょっと個人でやらないといけないんで難しいですよね。なんかコンビニって言ってもなんだっけね、パン屋さんがやってるようなコンビニもあったじゃないですか。ありますね。あります、あるじゃないですか、はい、ああいうの本当見なくなりましたもんね。全部あれ統合されちゃってるでしょ。はい、もうねコンビニだって大手3社だけですもんね。どういうところだ、駅前にセブンイレブンはファミマルはローソンあるわね。置いてあるものがそんな飯がちょっと違うぐらいで変わんないのに、あんなんでよくやっていけんなと思いますね。厳しいですよね。だから経営するのも、だうちもまあその波にも飲まれたっていうのもありますし、 あと一番やっぱり人手不足でしたね。それは悩まされて、コンビニの仕事って見た目なんかレジ売ってるだけみたいにみんな思うけど、実は大変なんですよね、あれ。いや、もうやることは大変ですね。裏とかでね、はい、でも立ち食いそばにして正解ですか、やっぱり。自由度がありますから、休みも取れるし、自分の好きなようにできるんで、あとは人手不足っていう部分で家族経営的な感じでやれてるんで、まあ、両親にも手伝ってもらってるんですよ。ですので、まあ、何かあってもこう、もうすぐ休みも取れるし。すごいですよね、カツサラとかカツ丼も上に乗っけるじゃない。いや、ほんまにとんかつあるなと思ったけど、すごいね、豚キムチうどんっていうのも変わった。これは手作りなんですけど、牛丼と豚キムチは手作り。そうですね、牛丼の頭もそばに乗せる。あとここ素晴らしいなと思ったの、俺の好きな缶チューハが置いてある。宝缶チューハ、これなかなか置いてるとこ少ないんですよ。昔ハイリキっていうのもあったけど、あ、懐かしいですね。懐かしいですよね。あれもなんか消えましたよね、色々。黄色いやつですね。黄色いやつ、確かに。これをねちゃんとお酒を見るとね、はい、これはね焼酎なんだよ。ほらここは焼酎、原材料焼酎ね。だから焼酎が好きだからこういう、あ、間違った。宝系は間違いない。何の説明になったの？そばからの。そばから。で、俺はビールはアサヒスーパードライ。俺一番切れ味が良くて。これはこういうのはやっぱり海外で飲むのがうまい。海外で。ライムさして。車で来なきゃよかった。今日あれなんですよ、小沢さんまさかの車でという。車で来ちゃったんですよ。まさかの。車じゃなければ速攻飲んでました。運転ですか？運転。はい、そうです。じゃあビールから始めていいですか？ビールから始めていいですか？まさかの。まさかの。じゃあ。貸し出しで会社とかでよく飲み会とかあるじゃないですか、はい、その時にこうケースに入って持っていくんですよ、はい、あ、酒屋さんがお酒と瓶ビールとかと一緒に持っていくっていうとか、宴会の、あとは何でしたっけ、サーバー、生のあれの携帯用のが、昔携帯っていうか貸し出しでやってたんですよ、うち。ボンベと機械とそれセッティングして、はい、まあ、会議室とか広いところに、はい、それでその時にこういうグラスだったりとか、あとジョッキだったりとか。そうか、
会社でやるからどうせ瓶を下げに行かなきゃいけないわけですよね。それでグロスも下げてる。へえ、今そんなことやってる酒屋さんってあるんですか。もう酒屋自体がもう今なくなってるし。いや、なんか立ち食いそば屋から今なんか立ち飲み屋の雰囲気がまさかもう角打ちみたいな。立ち飲みなんだよ。でもそういう方もいますか。もう夕方以降はもうそうですね。だから、まあ、立ち食いそばやって、まあ、立ち飲みっていうのは考えてなかったんですよ。ああだけど、まあ、こうやって並べてるからじゃそのまま立ち飲みできればいいなと思って乾き物を置いたりとか、あと作って小鉢で出したりとか、そういうのをおつまみここにありますから、ね、そうです。これいいですよね。コロナ前はね、すごい、おかげさまですごい忙しかったんですよ。で、22時になる15分前ぐらいに蛍の光が流れるんですけど、はい、もう混んでて聞こえないから皆さん帰られないんですよ。で、結局、まあ早くても23時まではやってましたね、はい、でも長い時はもう24時まで12時まで。それとかこう赤色灯回した方がいい。みんな耐えられないからやっぱりちょっと申し訳ないじゃないですか。でこうちらほらこう耐えられていって少なくなってきたらじゃあいよいよよろしいですかっていう感じで、コロナ前は 4,50 人入ってました。すごいっすね。ぎゅうぎゅうだったんですよ、もうここはもう正面向けなくてこうこういう感じですね。だって、だって俺ここでも飲めば飲もうと思えば仲良くなって俺厨房の中で飲んでたということで、次ここがセンベル始まったらまたセンベルの取材取材で今度はぜひゲストを連れて行きたいと思います。今日はどうもお世話になりました。ありがとうございました。今日はありがとうございました。ということでした。どうもありがとうございます。今日は新宿西口の与野田そばさんに来ました。夜によってこんな人が多いところでやれやって。まあ、とりあえず中には。大体かき揚げなんだよな、こういうとこはな。はい。俺でもな、WBC でちょっとカツとサムライマック食いすぎたんで、ヘルシーに行くよ、ヘルシー。毎日インスタで上がってましたね。しょうがねえな、お前。原価つぎだ。すごい、このメニューよりいっぱいあるよ。でも、鶏ささみ天そばにしようかな。タンパク質と。ヘルシーで。どうも。そば一丁。まあ水をね。あ、立ち食いそばでも最近椅子があるところあるね。はい、ささみ天そば。お待たせしました。はい、どうも。はい、すみません。こんなままと。はい。チームかけると汗かくからやめる。これも見ようによってはカツに見える。カツよりヘルシーということです。カツは WBC で蕎麦食ってんだよ、原カツ。あ、なんで蕎麦なんですか。わかんないけど、あいつなんでお前蕎麦なんだ、わかんないんですよ。でまず、あ、これほら滑らないようにちゃんとついてる、こうね。優しいです。もうでももちもちざる蕎麦のシーズンだな。あ、いいです。あったかいのと冷たいのでどっち好きですか、おそば。俺はあったかいの。これが夏になって、はい、暑くなると汗かくからざるそばがいいな。ささみですよ。ささみ
WBC でなんかカツの作り料理ってなんだろうって考えるとやっぱりよ、カツカレー、カツ、トンカツ、カツサンド、チキンカツっていうのもあったんだけど、あー、サメじゃないけど、なんかチキンカツってなんか日和そうな気がするだろ昔チキンチキンとかって言われるじゃんか、はい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 、だからここチキンカツダメだな、あうん、いやまた体作ってっからさ、はい、鶏ばっか食うけど、いや最近なんか俺あれだもん、あのサラダチキンあるじゃん、あ、ありますね、あれの方がなんか食いやすい、確かに、でいろんな味あって結構最近今もあるからね、はい、スティックみたいになってからこうやって食える、 あれ便利、昔はだってささみ食わなきゃいけねえのかと思って、ささみ自分家で焼いてもさ中がうまく生焼けだったり焼けないんだよ、ささみって難しいよね、油がないから、はい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 、でもこういうのさ、こういうパサパサの体作りしてる時食うじゃん、はいはい、その時はね、大谷の言葉を思い出して食ってんだからマジで。どんな言葉ですか？もう栄養士がいたんだけど、今自炊で、あ、はい、教わって料理してんだけど、はい、インタビューで、はい、じゃあその腕前、味はどうですかって聞かれた時に、はい、体のために食べているんで味はどうでもいいですってすごいなと思って、それをずっとやれてるからあんだけやれるんだろうけど、だからもう自分のためのご飯ってないんだよ、うん、いやそこ美味しいよ、でも美味しいですよね、うん、僕もさっきいただいたんですけど、あ、そう、はい、コシありますよね、あるある、ちゃんとちゃんとしてる、ちゃんとしてる、立ち食いそばのいいとこは吉野家と一緒に早い、早いやつ、うまいがいい、はい、やっぱそば、この麺とこのあれだよな、だしというか、これが大事だよな、安いし、早いし、いやでもあれですか、ここはやっぱり場所的にめっちゃ混むでしょ、そうですね、ここは結構サラリーマン多いですね、あ、ですよね、出勤前とか、そうですね、はい、いやでも立ち食いそばって言いながら最近椅子があるところが結構あるんですよ、もう今はテーブルがあるところもあるもんね、もう昔ながらのところぐらいじゃないですか、本当の立ち食いそばで、大体みんな椅子つけるなってますね、あ、ほとんど大体ね、今お店で一番人気なのってここは一応売りが北大のかき揚げっていうのが売りなんですね、でそれとかき揚げそばとあとカレーが、インドカレー、あの今年カレーアワードになんか受賞したみたいな、ここのカレーが表にポップ貼ってあるんですけど、はいはい、ありましたね、すげえ、カレー屋じゃないのに、大変名誉なことで、普通蕎麦屋のカレーだと蕎麦屋カレーみたいな感じですけど、インドカレーなんだけど、うちのオーナーがこだわりで自分で研究して自分の好きなとこのカレーの味を盗んで研究してでやってるんですね、カレーってだって不思議な食べ物だよ、だって立ち食いそばさんでもインドカレーでインドに行けってさ、インドカレーがあんだけ店あんのにさ、ココイチが行って流行ってるっていうのがよく分かんなくない本場に行って流行るココイチって何が違うんだろうって食ってる人にしてみれば、確かに別のものなんでしょうね、きっとね、多分なんかね、あ、これだから本当かき揚げとか大好きだった、大好きだから食べようかなと思ったんですけど、ちょっと WBC の応援でカツモノとサムライマックを原価付きで毎日食ってたら太るんでヘルシーさせてもらいました、正月太りと WBC 太りしてもらう、 WBC 太るんだよ、カツ食ってもサムライマック食って、はい、酒飲みながら応援してんだろ布団でシラフではなんか家で応援するの無理だ、
だってもう調理も全部終わって、はい、プレーボールとともによっしゃ飲むぞってガーって行かないで、あ、おつまみとかもちゃんと用意して、用意してそれをもう6時でテレビを見ながら7時のプレーボール前までに7時にはきっちりして、はいはいはい、国歌をちゃんと選手と一緒に聞いて、はい、立って、はい、それで飲みながら終わりです。あ、これが放送する頃にはもう誰どこが優勝してるのか決まってんだけど、そうですね、今のところね、俺は日本と信じてる、まだ分からない、国際試合はどこで何が起こるか分かんない。源田が蹴り上で指骨折したりだったさ、ああいうこともあるじゃん。でも絶対源田は出てくると思う、はい、でも俺はヌートバーがこのまま活躍したら、はい、大谷がこの先残り3試合で6本ホームラン打っても、うん、俺は MVP ヌートバーにやりてえな。あ、なんていうの、ムードって気合がすごい、うんうんうん、一番でヌートバーが初球ヒットやったときにこれいけるかもと思う、うんうんうん、勢いつきますよね、うん、一番ヌートバー、かつてあのメジャーリーグ大会1回目でイチローが一番で来たときに、うん、メジャーと戦うときにイチローがバーンって初回ヒット打つとみんながいけるかもって思う、うん、で俺はだって花から一番ヌートバーってずっとヌートバー誰も見たことないからっつってヌートバーメンバー入ってなかったやろ、はい、でも俺の中で見たんだよ、メジャーリーグでカージナルスのなんか時にヌートバーと大谷が会話してて、はい、WBC 来ないのって大谷が聞いたっていうのもあるから、大谷は見てたから絶対にやれると思ってたの。でなんか見てるとなんか陽気そうだし、うん、こやつ絶対やるだろうと思って、うんうん、俺は鼻から1番ヌートバー、でもまあ最後までこの1番ヌートバー2番近藤3番大谷は変わらない、はいはい、2回大会のイチローの逆転韓国戦のタイムリーで優勝した時だって、うん、打てるのが出るんで、ここぞの時にあのイチローの一打なの、はい、村上もここぞの時なんかやる気がする、そうですね、大事なところで大事なところで出そう、ちゃんとやってくれればもう帳消しというか、うん、例えばヌートバーの調子が落ちた、今度も落ちた、大谷も落ちてるって時に村上がバーンって行くんですよ、うん、なんか立ち食いそば食いながらの WC バンドで見て全然そば関係ない、放送する時はもう終わってるかもしれないけどね、はい、なんかこう侍ジャパン日本一になったら侍ジャパンなんとかを出したらいいんじゃないですか、あ、金メダルみたいみたいな、なんか揚げ物で作るすごい人気ですけどね、祝世界一みたいなそばあやかって、あやかるとみんな食べると思うよあの優勝した次の日、今日は野球の話ばっかり、いや今だって俺侍ジャパン一緒だった、心まで、はい、今日ユニフォーム着てこようか迷ったぐらいということで今日は横田そばさんにささみ天そば、うまいです。でもできれば、21日の決勝のあと22日この放送はすでに終わってる頃かもしれませんもしかすると22日に侍ジャパン世界一そばが、もしくは世界一カレーが食べれるかもしれません。ぜひ西口の横田そばさん覗いてみてください。それでは。